イースタンクリークレースウェイは、オーストラリアニューサウスウェールズ州、シドニーイースタイクリーク郊外にある、シドニー唯一の国際的なサーキットである。ニューサウスウェールズ州政府によって建設され、また所有されているが、運営は、オーストラリアレーシングドライバーズクラブに任せられている。イースタンクリークレースウェイは、ニューサウスウェールズ州のモータースポーツにおける、 ハブサーキットでもあり、また世界で最も大きいゴーカートレース施設とオーストラリアの主なドラッグレース場でもある。1991年から1996年までオートバイのロードレース世界選手権のオーストラリア GP を行っていたが、開催地がフィリップ島のフィリップアイランドサーキットに移り、行われなくなった。現在は主にナショナルオーストラリアンレースのオートバイ、 自動車レース及びスーパーカートに使用されており、以前は V8 スーパーカー選手権の決勝戦を行っていた。2005年、2006年はシリーズカレンダーから取り除かれて2007年、2008年のシリーズとして使用されたが2009年は再び取り除かれた。また、A1 グランプリには2005から 06A1、グランプリシーズン2006から 07A1、 グランプリシーズン及び2007から 08A1 グランプリシーズンの3回オーストラリア戦として開催されていた。2008年4月28日にエーペックスサーキットデザインリミテッドが35万ドルを投じてフォーミュラ1などが開催できるようにサーキットを回収すると発表された。V8 スーパーカー2008年2月時点1990年代に イースタンクリークレースウェイは多くのロックコンサートのための開催地でもあった。会場としたアーティストはガンズローゼズ、ボンジョビ、パールジャム。また、フェスティバルの会場としても使用されており1995年のオルタナティブネーションフェスティバルには9インチネイルズ、フェイスノーモア、ルーリードなどが出演していた。1997年のコロッサスにダンスフェスティバルには イタリアの音楽グループでアルカペラなどが出演していた。イースタイクリークラップレコーズ 2008V8 サプルカーイースタンクリークラウンドオフィシャルプログラム。ありがとうございます。